細川明元は、戦国時代から安土桃山時代にかけての武将、大名。阿波国、摂津国、丹波国守護。下には、正護以上、右京大部。細川慶長や十九代当主。陽名は、聡明丸。後、足利義明の変記を受けて、正元と名乗るが、織田信長の政権下では、信元、信義と名乗っていた。 義明の返記を受ける前は、六郎の通称を、意味名の代わりに用いていた。室町幕府34代官僚、細川晴元の子として誕生。母は、六角さだよりの娘。幼少期の天文21年、父が、三好長慶と一時的に和睦した際に、人質となる。父が再び、長慶と敵対すると官僚、細川氏綱と共に、 山城国淀城に軟禁され、永六元年に11歳で、長慶の下で元服した。永六四年、実定の細川晴行が、六角、畑山軍に擁立され、将軍、足利義輝の命を受け、大見国において半身吉の兵を挙げるが戦死した。永六五年、父が長慶と和睦すると不死は、久々の対面を果たしている。永六六年三月、 摂津国富田不問寺で病没した父の後を継ぐ者の,の、勢力は取り戻せず、官僚であった、宇治綱の没後も、官僚職に任命されることはなかった。A68 年、A6 の変で将軍、足利義輝が殺害された後、足利義秀を、室町幕府十四代将軍に擁立する、三好三人衆により、名目上の官僚として、処遇を受けた。A611 年、 織田信長が足利義明を擁して上落すると、三人衆の筆頭である三好長一と共に、摂津芥川山城に牢状すした。だが、三人衆派の他の城が織田軍に次々と落とされると、9月30日に城を捨てて長一と共に、阿波国へ逃亡、義秀の休止もあり、義明が15代征夷大将軍に任じられると、敵対行動を続けた。 元気元年、野田城、福島城の戦いにおいて三人衆に加勢して、当初は織田軍と対峙した。同年に三人衆と信長が和睦すると、翌元気2年12月17日に上落、やがて吉明に大使進化の礼を取り、細川慶長や歴代の官例として、吉明より返旗を受けて、正元と名乗った。吉明より徴用され、 三好勢力が交代した後の名目上の摂津の旗頭とされた。名門の出身であった、小元はしばしば外交官としての役割を果たしている。四式家の当主でもある、丹後国の一式義道が義明に侵入し、義見を求めて信長との面会を求めた時明ら、元はこれに立ち会い、共に堺を見物した。巻登場後の氷柱石現在は、 自動公演となっている信長の勢力下では、元気3年に、摂津で、本願寺防官の下妻雷流、下妻頼泉と交戦して敗北したり、翌元気4年2月17日に、藩信長派の三好義継、松永久秀らに、巨城の摂津堀城を落とされるなど武功には、恵まれなかったが、足利将軍家に次ぐ部門の名門であったため、織田信長に利用されることとなる。月に、 義昭が追放されたとき、章元は京都に泊まり、義昭が去った後の巻東城を任された。巻東城は山城の守護所だったので、信長は正元を山城守護に任じることにより山城における将軍権力を否定したとも言われている。細川慶長や当主である、明元の存在は、義昭が去った後の小田政権にとり、重要な存在となった。 同族の細川藤方も大見国坂も途上を任されている。天正三年、信長の推挙により、正式に右京大部に任じられる。このことにより、朝廷からも慶長や当主として認められた。信長に服属後は、捨て淵を与えられた存在に過ぎないとされてきたが、これは明らかな誤りで、信長後期末期の天正三年九月二日の、後に、丹波国のうち、 桑田軍と船井軍の二軍を、天正五年、橋場秀吉の尽力により、信長の妹、お犬をめとり、信長からの返記を受けて、信元、さらに、信吉と名を改めた。お犬の方にとっては二度目の結婚であり、信吉よりも年長であった。以後、小田家の親族として、小田政権内で交遇されることとなるが、反対に信長は、慶長や当主の義兄として、 立場を手に入れることとなる。信義はさらに、丹波の多軍、船井軍の支配を許され、名目上丹波の旗頭の地位を委ねられた。しかし丹波支配の実験は、次第に信長の家臣、明智光秀に移っていった。天正9年2月28日、大木町天皇の午前で、信長が行った、京都大間揃えにおいて、衆の一人として参加している。 天正十年の本能寺の変の直後、性質のい根の方とは種別した。天正十三年の橋場秀吉による四国攻めまでの間にかけて、本来は細川氏の家臣の家系であった長我壁氏と阿波において連絡を取り合い、秀吉に抵抗した記録が残されている。また、長我壁元地下と織田信夫連携を図って、反秀吉勢力の結集に努めているが、 実現できなかった。しかし、やがて秀吉に属すると、信長からの変化を解消し、なお再び元の将元に戻した。関白となった秀吉から、貴人の一人として偶され、柴吉銀や山名報告らとともに、乙ぎ衆に加えられた。ただし、本願寺保守、剣女の元へ身を寄せていたとも言われ、天正17年3月9日に、 京都寺落大の壁に書かれた落書きの犯人が、天馬本願寺の寺内町に逃げ込んだ事件で、柴吉銀、李東千と共に逮捕、後に釈放されたとされる。晩年は、不詳の部分も多いが、天正二十年に病没したと伝わる。子孫は、三春藩や北家の家老である年寄り衆より、上席として、大老、または、上代として代々務めた。ありがとうございます。